国道463号は埼玉県越谷市から入間市に至る一般国道である。埼玉県内のみを通る唯一の国道である。埼玉県越谷市から埼玉市浦和区までの区間及び所沢市から入間市までの区間は現道とバイパスが並行している。現道、バイパスともに終点の入間市から国道299号に 直通する形となっており、反応し方面に連続している。北浦和駅陸地交差点、西新井町交差点間は、約1 7トルにわたる、ケヤキ並木が続いており、読売新聞社選定の、新、日本街路樹100系の一つに選定されている。この欅並木は、1973年に排気ガスの浄化を目的に植えられたもので、特に、 所沢市東新井町から西新井町にかけての 3km 余りの区間は緑のトンネルとなっている。日本一の欅並木と題した解説版が北浦和駅入口交差点付近、下大久保交差点付近、熊野神社東交差点付近にそれぞれ設置されている。地元では中仙道は17号と呼ばれることが多く、旧中仙道が 中仙道と呼ばれることがあるので注意が必要である。越谷浦和バイパス、所沢入間バイパスはその項を参照のこと。越谷浦和バイパス、所沢入間バイパスはその項を参照のこと。ありがとうございます。